ポリネシアの総動線ハワイ,イロアホクレア総動線での、小ぎ手の練習 HSV-1 ジョイントベンチャー。実験用の巨大なウェーブピアーサー型軍用、高速総動線、スワス線系と従来の総動線の比較噴射飛行の、ヒホシホイールキャット海上保安庁の、非流型消防船ツエアポートラインのフェニックス、総動線とは、二つの船体を甲板で平行に、つないだ船。 南太平洋ポリネシアの原住民が古来より用いていたカタマランは総動線の一種であり、英語などのヨーロッパの言語では総動線の意味でそのままこのカタマランの語を用いることが多い。英語のカタマランはタミル語でシングルアウトリガーカヌーを意味するコトゥーマラムに由来する。このタイプの船はオーストロネシア人の移住によってスリランカに定着したと考えられている。 二層の船をつないだ形状であることから、株船体を細長くしても広いデッキが作れる。これにより安定性が高くて、傾きが小さく、また水面下の船体形状を細長くできることから、巡航速度を高くすることができるため、外洋ヨットのデザインとして採用されることも多いが、モノハルと呼ばれる、単動型の通常のヨットに比べると、ヒールには強いものの、 一旦転覆すると転覆したまま安定してしまうので復元性が悪くなるデメリットがある。また、旋回などの運動性能が劣るため軍艦などには不向きとされてきたが近年では流体力学を用いた船舶工学の発展により高速化、低燃費化に成功した。総動船の考えは古くからあったがこれまでの木星、鋼鉄製の船体では 二つの株船体とそれらを結合する上部船体により多くの構造部材を必要としており、また水との接触面積が広くなるために抵抗が増す。不利もあるため、単導線2隻に比べて総合的に優位に立つことができなかったが、小水線面積総導線線形の採用や20世紀末頃から軽量なアルミ合金や FRP 製の船体が使用可能になると、 高速航行が求められる観光船やカーフェリーといった客船を中心に実用的な船が作られている。一方で海域によっては単動型とは異なる、総動船独特の揺れが生じ乗客が船酔いしやすい場合もある。最近のアメリカスカップなどでは ACC のように炭素繊維を用いて軽量に作られた総動船の左右に L 字型の水中翼を設置し、 高速時には船体を完全に浮上させて戦われるようになった。これと浴場のセールにより最高速度が時速80キロを超えるようになっている。21世紀初頭現在では株船体の形状をさらに前後に細長くすることで増波抵抗を最小限にするウェーブピアーサー型の高速船がいくつも就航している。1万相当以上の大型高速船のナッチャンデラでは 排水量型の船体でありながら36ノットもの高速航行が可能である。さらに、中央の主船体と両脇の副船体の3つの船体をデッキで繋いだ、トリマランや三道船と呼ばれる船型もあり、やはり高速航行に適した形状として、少数の船が作られている。詳細は EN、スモールウォータープレイン、エリアツインハルを 三小小水線面積総動線、または反没水型総動線とは増波抵抗の要因となる喫水線付近が絞り込まれている船体である。海洋調査船や音響測定管等に使用される。構造上喫水面が絞り込まれているので搭載できる機関の大きさや配置が制限される。従来の総動線よりも喫水線が深くなる。 波浪が高い場合や高速での航行時の安定性が高い。構造的には2隻の並行して配置された潜水艦の上に船体が乗っているような、あるいは幅広の単動船の船底部中央を大きく、えぐって、喫水面上に空洞を設けた状態である。1938年に、カナダ人のフレデリック・ジークリードによって発明され、1946年に、 イギリスで特許が取得された。1960年代から70年代に海洋調査船や潜水艦級難関に使用された。両東型総動船とは推進機が船体の前後にそれぞれ備えられた総動船で渡し船等に使用される。構造上頻繁に同じ区間を往復し、前後の乗り入れ口から乗降する。セールグップで使用される、海54と。 ありがとうございます。